極限まで妥協しないダークソウルリマスタードパート7やっていきましょう。それではまずはじめに前回の白竜シース戦蹂躙の方法をおさらいしていきましょう。まずは城下不死骸の商人からダガーを購入しプラス10に強化します。その後公爵の書庫で結晶の種火を回収、結晶のダガープラス5を作成します。さらに影の太陽グウィンドリンを華麗に蹂躙し太陽の光の剣を回収。あとは奇跡が扱えるステータスにするためにダークレースマラソンを8時間弱行ってください。すべての準備が整ったら白竜シース戦で絶対にホタテが入らないムーブを披露し月光の体験を獲得します。そして一度帰還し体力を調整してもう一度キリン突入。結晶の核の前で内なる大力を発動しシースの直線ブレスを誘発します。シースに結晶の核を破壊させたら一気に近づいて敵の体力とこちらのスタミナが尽きるまで R1 を押し続け1万5000ダメージを叩き出すだけで白竜シースを誰でも簡単にサックサクで蹂躙することができます。さあということでパート7の今回は深淵の主マヌスを蹂躙していきます。本当はもう少し後で蹂躙する予定だったんですが少し緊急事態が発生しまして宵闇投函がねないと、ということでまずはマヌスから今回やっていこうかなと思います。でですね、現在エレミアス絵画世界にいるんですけども持ってる武器を見ていただければわかると思うんですけどこれプリシラの探検です。すでに反流プリシラを撃破しております、蹂躙しております。ということでまずは前回パート6のドラゴン狩りの延長線上ということで反流プリシャそしてエレミアス絵画世界の攻略をやっていこうと思います。それではどうぞ。はい、エレミアス絵画世界、絵画世界はね小さな世界ですから冷たい世界なんでねこんなところに長くとどまる理由はない、いろんなギミックとか仕掛けとかねアイテムとかありますけど今回の蹂躙に必要なものはもうないですね、ないと断言できます。じゃあ行きますか、絵画世界攻略やっていきましょう。もうここはねただ走っていくだけのエリアなのでもうパパパッと行きたいと思います。道中でドラゴンゾンビだったりあとはちょっとね鍵を開けるような仕掛けだったりそういうのいろいろあるんですけど全部やる意味がないですね。まあ、まずここジャンプします。ここジャンプして軽めのショートカットね、軽めのショートカット、はい、でこれ呪術師がいますね、うっ血猛者の呪術師無視、なんか手で陰結んでるけど無視で OK です。でここ下に行ってなんかギミック解除したりとかいろいろありますけども無視で、でこの先にドラゴンゾンビいますがスルーで OK です。ここローリングしてください。でローリングしてここ乗って手前にローリングで死んじゃった、やっちゃった。もうちょっとジェレマイアだけ倒していい、はい OK あっで落ち落ち王の王です、王の王ジェレマイア。さて気を取り直してここね、ここをローリングすると失礼しました、ここね、ここをローリングすると見えない足、そうローリングいらないです、ここを降りるとここでローリングをして見えない足場に乗ってここから降りるというねショートカットをすれば上のドラゴンゾンビとも戦わなくていいし何も戦わなくていい、ただまっすぐ進むだけになります。これ非常にいいショートカット。で上からあ、危ない、はい鉱山把握してるんだよな、すべてを把握理解、そこからだからダークソウルは理解すること、そこから始めよということで反流プリシャ仲間ではないです、いや俺はあなたを求めに来た、ということで反流プリシャ蹂躙していきます。まあもうどうあがいても蹂躙なので、今回は一切苦しませることなく人思いにやりたいなと思います。出番だ、結晶のデーモンのお土、君の出番だ、ということでこんな優しいお方だ、人思いにやりましょう、一切苦しませず殺してやるよ、ガー死ね、280ダメージ、謎の280ダメージを与え、そして殺す、蹂躙です、好意識、帰ろ、さあ俺たちの世界帰ろ、次に向かうのは深淵だ。で終わりにしてもいいんですけど、やっぱりね尻尾切りたいっていうね、武器を集めたいっていうその武器マニアの方もいらっしゃると思うので極限まで妥協しないということでね、あらゆるプレイヤーのニーズに応えていきたいということで、この尻尾を切った上でこのプリシラの位置をなんか頑張って補足する
ことなく倒す方法っていうのをやっていこうかなと思います。さあ、ということで使っていくのが月光の体験。これでもう敵の位置を捕捉することなく撃ち抜いていこうかなと思います。じゃあ内なる大力発動して、で尻尾切るのはこの大ハッカーとかね、薙ぎ払う炎とかでやっていこうかなと思います。薙ぎ払う炎は非常に火力が高いので月光剣につなげるときにね非常にいいですね。だいたいこの尻尾の先のこの辺りで待機しといて行きましょう。薙ぎ払う炎、これでまず尻尾切ります。そして出口に向かいます。一気に出口に向かって少し待機、少し待機、少し待機します。あと2秒。さあ行きましょう。流体を使い月牙転生どっち今の今のは倒したのか、それとも倒しましたね。まあ、ということでね、あそこにいればまっすぐこちらの方に向かってきてくれるので、いちいち敵の位置を捕捉することなく月牙を撃つだけで処理することができます。まあ、非常におすすめですね。まあ、パターンとしては投げ払う炎で姿を消した後にこの炎の終わらしとかね、そういうもう身も蓋もない、もう全部燃やしてしまいみたいなやり方もありますので、まあ、そこら辺はお好みで、個人的にはグラントを使いたかったんですけど、グラントのちょっと神の怒りのリーチが短すぎて全く使えませんでした多分このグラントという武器がこのシリーズで、日の目を浴びることはもうなくなりましたね。今回しか使い道なかったんですけどね。まあ、ということでシースとプリシラの尻尾切り等もね合わせていろいろやってみてはいかがでしょうか。はい、ということでご覧いただけましたでしょうか。絵画世界攻略はこんな感じでやらせていただきました。でね、このドラゴンゾンビ、このショートカットうまくできないなって人もいると思うので、しっかりドラゴンゾンビを蹂躙する方法も解説していきますよ。もちろんね。やべ、準備が整ってない。あった、よし、化粧の釈女エンチャント。なんでこんな指輪がついてないんだ。これだけでいい、十分だ。あぶね。さて、それでは行きましょうか。決勝のガゴフソ、ジュインジュイン。マジこいつ強っ。甘えていたよ。ドラゴンゾンビ、お前が強いことは十分知っていたはずなのに。そろそろ狩るか。行きましょう。よし、最大火力を叩き込め。これがドラゴンゾンビの倒し方です。困ったらこれだね。困ったらこの武器。まあそれもね、そろそろ卒業したいんだけどね。もう竜王の大野って武器はこの R2 の波動があるからごまかしてるけど、実はもう限界が来てるんですよね。すでにね、僕ボスに使うには限界が来てるんですよ。そろそろね、アップデートしていかないと。さらなる火力でね。ほいっと、ベルカ意識。まあこれ簡単なショートカットですね。この種火のとこ、暗い種火のところに今のショートカットで来られると。まあ、つまりどういうことかっていうと、これ鍵を取る必要がないってことですね。邪教の種火はいらないと思うんですけど、ベルカの試験はトロコンとかにも必要になってくるので、まあ、このルート覚えておくと非常に便利なんじゃないかなと思います。結構簡単です。まあこれさえやっちゃえば完全攻略ですね。まあ火炎噴流ありますけど、あれは蹂躙には使わないので。ベルカの試験はもしかしたら使うかもしれないからね。ただ少なくとも火炎噴流は使わない。それは確定的に明らか。まあこの動画はトロコン解説とかね、収集物の解説動画ではないので、蹂躙解説です。蹂躙もしくは、応殺。蹂躙解説にそんなものいらないんですよ。いらないのだよ。帰ろう。さて、久しぶりですね、混沌の娘さん。ここに来たのはちょっとね、理由があるんですよ。制約、これをね、交わしたいんですよ。ただ制約を交わすと何が起こるかっていうと、現在結んでる制約、こちら古竜への道、これの捧げたものの個数、それが他の制約を結ぶと半分になります。つまり40個。ただこのシリーズ、この極限まで妥協しないダークソウルリマスターと、まあ皆さんもね、流体石の強さ実感してると思うんですけど、これね、やっぱプラス3じゃないと弱いんですよ。制約プラス3にした状態が一番上昇率高いんですよ。だから他の制約結ぶと結構デメリットなんですよね。まあとにかく竜の鱗不足ですっていうのもあるし、人間性も少ないんですよ、ロストしまくってってなわけで、まあ皆さん大好きなマラソンをね、今からしていきます。で、今回やるマラソンが2つ。人間性マラソン、公爵の書庫のスキュラを狩り尽くす人間性マラソンをまずやります。
そして人間性をしっかり大量に集めたら、その後竜の鱗マラソンを行い、さらに竜の鱗を追加で入手します。この2つを今回やっていこうかなと思います。はい、ということでマラソンやってきました。ソウルがねだいぶ溜まりましたね。300万ソウル過去最高です。やったマラソンは2つ、スキュラマラソンと竜の鱗マラソン。じゃあまずスキュラマラソンの成果なんですが、まず左上の人間性、これ99個にしておきました。マックスです。それとこちら手持ちの方と箱の方がマックスということで、これだけあればもうこの1周目で人間性に困ることはないだろうと。だいたい 4,5 時間ぐらいやって2000体以上ですかね。正確には数えてないんで何とも言えませんが。で、もう一つが竜の鱗マラソン。これはこちら。残り2種類武器強化するものがあるので、その分と、あとは今回別の制約を結んで半減して40個になるから、そのプラス40個でもう一回プラス3に持っていけるようにということで、必要な分完璧に集めておきました。てなわけで、この300万ソウルをどう使うかと言いますと、まあ使わないんですけど、一応プリシラの探検は強化しちゃいましょう。そうだね、ちょっと使いそうな武器は強化しておきます。とりあえず。で、次にレベル上げで、威力を60と筋力40にして、残りは取っておきましょう。ちょうどレベル150。いい感じだね。もしかしたらこれが最後のマラソンになってかもしれないので、まあもう少しする予定はあるんですけど。というわけで、ここから今結んでいるこのコリュウへの制約、これずっとキープしてきましたけども、破棄したいと思います。じゃあここで制約結びますか。初めてコリュウ以外と制約を結ぶ。アルビナさん、歓迎してくれ。いいよ。いやー、まあこのためにね竜の鱗集めましたからね。指輪いらない。大丈夫。すぐ裏切るから。そう。あんたが出てきてほしかった。よし、じゃあまずこれで闇村に行って芝から買い物をしよう。この辺りですね。じゃあそのまま帰ってもいいんですけど、せっかくなんで酒への道をね、DLC エリアへの突入を先にやってから、ちょっとまたやるべきことをやろうかなと思います。で、普通に行くんじゃなくて、ここからね、まず降りて、はい、ローリングします。で、しっかりダッシュして、この辺りで、はい、これで、まあ、ノーダメージでね、降りていくと。落下制御なしで、まあ、しかも落下制御でも死ぬ位置ですからね、その死亡判定を回避するっていう、またこれ、技でございます。一応、大樹の移ろを降りるときに使ったあれと同じ技術ですね。同じ技です。てなわけで、行きましょうか。いやー、DLC ですね。まさかこんなに早く来ると思わなかった。最後に来ると思ってた。でもね、蹂躙の絵は描いてきてるから。あとはそれが正しいかどうかを検証し、そして解説していく。実践していく。ということで、霊廟裏庭。じゃあここのブックマークだけつけて、じゃあ探索というか、やるべきこと、なすべきことをなそう。こんにちは。武具か。買いましょう。ジェスチャーはいらない。フランベル、石体験、デモナタ、ショーテル、ダトゥ、物欲しが音なつけよ。デモの斧、鍵詰め、デモやり。東の手前いらない。また会おうぜ。何を言ってんだこいつは。俺には理解できん。何を言っているか。貴様らに、次はない。死ねえ。波動で死ねえ。お、ちょっと生きてる。それよこせ。ドン。それよこせ。愚か貴様だ。村雲をよこせ。天の村雲。村雲強いんで、マジで。多分これ人間性だな。取れねえ。取れないよ。ちゅうわけで、また武器が増えましたね。選択肢が増えた。選択肢が増えるのはいいことだね。さあ、混沌の娘です。混沌の娘の制約結びましょう。交わしましょう。はい。で、彼女と結ぶと、まずは大火球ね。
そして人間性を捧げます。これは30個リマスタードからは個数選択できるようになりました。30個以上上げても無駄。36系 OK。 これで混沌の嵐ね。嵐系最強です。さあ、ということで混沌の従者プラス2になったので、ショートカットは開通できるようになります。で、あのショートカットをちょっと開けたいんですよね。開けて先に行きたいので、溶岩を抜けたいと。溶岩を抜ける手段は2つ。ただれ続けるものを倒し溶岩を引かせるか、それとも強引に抜けていくか。今回もちろん強引に抜けていきます。ちょっと準備しますね。ということで、本来この体力でマグカをねやるっていうのはかなりリスクがあるんですけど、今回はできるように準備をしておいた。じゃあまずはヤギ頭を落とそう。あの辺に矢を放てば、OK。 あそこに気づいて反応して鉱山で、こちら防具ボロ布をね強化しておきました。これボロ布って炎耐性高いんですよ。それにこの炎宝石、そして激しい発汗と、完璧でしょ。完璧すぎる布陣。じゃあこの辺り、この石の横から1、2と降りていって、全然食らわないわ完璧だ。こんなに強化しなくても絶対いけたな。まあこのようにね、マグカってね、準備をしっかりすれば簡単にできちゃうわけですよ。はい、このまま行きましょう。でここから、なめてた。いや、てか硬化時間切れた気がする。これ多分佇む流因だろう。正解はこれ多分完璧です。この辺りから1、2と変わんねえなさっきと変わんねえ。切れてなかった可能性高い。ってことはスピード上げればいいな。俺は走路を失うわけにはいかないから。であとはゆるりとね、無敵でいられる場所って結構あるから、ここもそうですね。こういうところを見つけながら経由していって、マグカはなされると。簡単ですね。もうルートさえ覚えてればいつでもできる。ショートカットいろいろあると思うんですけど、マグカは覚えればほぼ 100% できるもんなんで、ぜひ覚えてみてください。まあただれは簡単に倒せるボスですけど、まあより効率を求めるのであればね、こういう妥協しない方法もあるということで、忘れずに操作ね。邪魔なやつはデリートだ。はい、準備。ここね、かがり火出ないんですよね、クリアしないと。まあ、こういうのからも分かる通り、一応マグマを抜けるっていう手段、術はある程度想定されているっていうことですね。では開けましょう。はい、ここね、混沌従者プラス2なら開けられます。で、その周回で一度開けばもう二度と制約を結ばなくても大丈夫と。でかつ2周目以降はもう一度混沌の従者を結び直すだけで一応開けることができるようになってます。さて、ハイとイザリスでね、ここでね、くさびの D、 ここで無限湧きするんで、くさびの D のマラソンができるんですけど、まあやるか魔術鍛えたおかげでもうここの狩りは楽ですね。もう槍をぶっぱが一番いいんです。これが一番いいんだよ。さすまた、モーションだけ優秀な武器、火力はお察し。さて、もう少し先行こう。あ、グランさん死んでいいよ。え、生きて、死ねって、生きて、生きて、やめろ、撃つな、何もするな、何もするな、お前死ね、お前は狂いしね、クラーナの後を追え。うわ、いつでも蹂躙できる混沌の苗床とかもさらりとやっていいよね、正直。ちょっと邪魔だ。ま、今回これだけあれば十分です。なぎ払う混沌の炎。よし、帰るか。用済みだ。ウラシルの寛大な石の古竜よ、王の末裔よ、いや竜王の末裔よ、もう一度かわしてはくれませんか。鱗50じゃなくて40ね、40捧げます。さて、これでプラス3に上がりましたね。よし、完璧。うん、戻った。
やはり俺には流体がよく似合う。よし、ということで、じゃあ DLC エリアへ突入しましょう。霊廟の聖獣蹂躙していきましょう。はい、ということで霊廟の聖獣蹂躙していきましょう。今回使用するのはこちら、デーモンの斧だ。せっかく芝から購入したということで、これを結晶強化してきたので、こいつを使っていこうかなと思います。で、霊廟の聖獣は体力2500弱ぐらいなので、一撃倒そうと思えばいくらでも手段はあります、この流体を使えばね。けどもちょっと動きが速くて、流体を使った後確実に攻撃を当てるっていうことができるかかなり微妙です。ってことで、今回はちょっとオンスタイン相撲戦を思い出してほしいんですけど、ひるみっていう要素があるんですよね。で、この大剣はダッシュ攻撃で敵にひるみを取ることができると。それを利用してダッシュ攻撃からひるみを取って確実に R1 を入れていくというムーブでいきたいと思います。いきましょう。エンチャント結晶魔法の武器、これで準備 OK。 流体石を使わずとも確実に蹂躙していきます。霊廟の聖獣は開幕の行動、これを見てください。近づいてきたなら攻撃を一旦やり過ごして、はい、ひるみを取って一撃で殺した。一撃でやれそうだったな、それほどの努力だ。流体石を使えばもちろん一撃でいけますね。さて、もし一撃で倒したいという方は、例えば竜武器だったり R2 の一撃が強い武器、これを持って入っていくと、突入していきます。霊廟の聖獣、流体石使うタイミング一応あるので、開幕ビームだったらとりあえずかわしましょう。これも無理ですね。かわします、歩いてかわせますね。で、これはかわします。そろそろ使おうかな。おいいね、いいね、これいいパターン。これ使えます。で、 R2 を叩き込む、完璧です。これでいい。あ、ということで、一応素早い敵なので、確実に倒したいのであれば特大剣ダッシュ斬りからひるみを取って R1 が確実です。流体も使わなくていいし、ね、ただ一応飛び込みとか、例えば敵が近づいてくるタイミングで流体石を打つと、敵はアイテム使用したなっていう判定で横ステップしたりとか、飛びかかりの攻撃に派生したりとかしがちなので、そこをうまくついて強引に使っていくっていう戦法でも OK です。先ほどの攻撃は飛び込んできた後にちょっと近づいておくと尻尾攻撃を打とうとしていくので、その隙間に流体石を使って R2 を叩き込むっていうポイントもあるので、まあいろいろパターンはあるので、試してみるといいんじゃないかなと思います。まあ、DLC エリア道中、まあ、基本的には走っていけるようにはなってます。あ、宵闇様は救いますよ。もう救わないと頭が足りないんだよ。この辺は一応買っとくか、攻略の楽になるのでね。さあ、それでは王家の神帝攻略していきましょう。ここの攻略なんですけども、左から回り込んで橋を渡ってカラミットと出会って、そしてみたいなムーブがね、あっていたりみたいです、ね。まあ、そういうムーブがあってショートカットを開通してアルトリウスを無事アビスって感じなんですけども、まあめんどくさいよね。で、クロートであれば使えるものはあらゆる手段を利用していくと。そうすることで中ロリ調整をして、ここでクルクルしているだけで、はい、ショートカと。で、初等化はちょっと外に出れば再起動できます。これおすすめですね。もうこの中ロリというね、バグがね、適当で、はい、イエスイエスインディード。中ロリバグがね、この DLC エリアの超攻略必須スキルなので、特に欲しいもんないな。人間性だけだとサラーンということで、はい、この先にいますね、アルトリウス。いや、この先は臭くてかな、というか今の俺では蹂躙の絵が見えん。多分アルトリウスは今回の蹂躙で一番壁になる敵だと思う、間違いなく。で、こっちですね、ちょっとまあ急がば回れと言いますからね、ここになんかいい感じに降りられるもんあるから、これ使えばいいんじゃね。あそこね、中ロリならいけるんですよ。中ロリはいけるのはわかるんだけど、壁殴りラッでいけたような気はするんだけど、無理かな。中ロリバグで降りるには実はスタミナ足りないんですよね、まだ。多分時給もっと上げないとダメで、ちょっとこれ厳しいかもな。ということで、無理はやめよう、蹂躙の対象を変えましょう。今蹂躙、唯一蹂躙というか、もうこれしかないって戦いができるボスが1体できるので、そいつを倒しに行きたいと思います。
さあということで混沌の魔女クラークじゃねえや混沌の苗床蹂躙していきましょう。蹂躙というにはもうすでにおなじみとも言えますが、この非常に厄介なボスをさっくり確実に安全に倒す方法なので、ぜひ本当初心者の方は学んでいってください。ぜひね、簡単にできるようになります、慣れさえすればね。てなわけで準備するのは弓、そして火炎壺、これだけです。これだけあれば十分。弓に関しては別に矢を撃つわけではないので、能力値不足してても全然問題ないです。火炎壺最低でも2個は持っておいてください。さてこの滑り台を降りていって、まず目指すのは両サイドのコアではなく、まっすぐ正面へ向かう。もうただこれだけです。最短で走っていけば攻撃を食らうこともありません。一度腕を振っていきます。でこの境目で待機で、2回腕を振ったらバクステ2回こすって、まず左からこの辺りですね、ここに1個火炎壺を投げ、右側の照準を合わせる。ムービーは見ないでください。そして照準を合わせたら、ここでよろしくお願いします。はい、完璧です。非常にね、今のやり方楽なので、狙うポイントは動画をしっかり一時停止しながらね、確認してみてください。カラドボルグということで、これが混沌の苗床の倒し方です。もう両サイドの走ってね、落下にこう気を配ったりとかね、そんなことしなくていいんですよ。なんだこれは人間性だな。左右の順でやっていくんですけど、左側はいくらでも猶予があります。ただ右側は時間制限があって、1回2回ぐらい失敗してしまうと敵がブレスを、この近距離ブレスってのを吐いてくるんですね。近距離ブレスか中距離にいて腕を振ってくるかの2択になるんですけど、もしそうなってしまった場合の対処法もちょっとお見せしたいと思います。じゃあまず左側を破壊します。で左側はここにいる限り敵は何もしてこないので、ゆっくりやっていて大丈夫です。で仮に右側で失敗してしまった場合、その場合はこれ近距離ブレスを破壊してしまうんですよ。近距離ブレスを破壊してしまうので、そうなるとほらあそこでずっととどまることができないんですよ。でそうなった時にここがアンチになってるので、切れ目を見てね、切れ目を見てきますね。このブレスを一回ここでやり過ごして、はい、隙間ができたらまたこの辺りに近づいてポイッと投げる。これ多分失敗した。はい、こんな感じで一応ねフォローは効きます。だからまあほらこうやってね突っ込んでいくとブレス食らいますから、ここで待機をしてブレスが完全に切れたタイミングで所定の位置に立ち、もう一度狙い直して、よろしくお願いしますと、はい、よろしくお願いします。一回耐えるし、はい、打たせます。ほいほい。でこの辺りでここ正解、よろしくお願いします。はい、でこれ前に、あ死んだ、まあこれ成功ですからね。まあこういうことです。要するにこれ前に行かないと、ひよって後ろに下がると落下します、足場が崩れて。だから必ず前に、ここかい、戻される。まあ必ず前にね、成功したなと思ったら前に行っとく、それが勝利の鍵。よろしくお願いします。はい、完璧ということで、以上が混沌の苗床ね、極限まで妥協しない攻略法でした。本当に楽になりますし、苗床嫌だなって嫌なイメージ、カラドボルク持ってる人はぜひ試してみては いかがでしょうか。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで次回こそはマヌスを蹂躙していきます。そのためにはもう少し時給が欲しいな。もう少しだけ、ほんの少しだけマラソンしてこよう。